はい、おはこんばんちは、山かんチャンネルのかんちゃんです。今日はというと、またラーメン、はい、ほんまに最近二郎系ハマってんねんけど、今日は前ショートでも上げさせてもらったんですけども、大阪の高井田にある愛すべきものすべての方にお邪魔してみたいと思います。それではね、もうお腹空いた、めっちゃ楽しみなら早速行ってみたいと思います。はい、外観はこんな感じです。かんちゃん行った時、たまたま列が途切れて全員中入った状態で、はい、待ちなしで入れました。はい、それでは食券買っていきたいと思います。ちなみにここはラーメン 500g まで800円の同一値段っていうところで、めちゃめちゃコスパがいいんですけどもね、無理して多い量頼んで残すっていうのはほんまに厳禁なんで、自分の体に合った量を選んでください。ちなみにかんちゃん今回 400g のチーズトッピングを選びました。最近二郎にチーズがめちゃめちゃハマってて、着席いたしました。カメラさんでよろしかったですか？早く出てけえへんか、はい、待ち遠しいんで、はい、行きたいと思います。厨房はこんな感じです。もうめちゃめちゃうまそう、もう見てて。それにしても値上げしてる人の背中になんでこんなかっこいいんやろうね。もうかんちゃん実はね、元ラーメン屋なんですけども、こんなかっこよくなかった気がするな、かんちゃん自身。はいはい、もう待ち遠しいです。やっぱかっこいい。はい、それではこんな感じで待っていきたいと思います。お待たせいたしました。ニンニク入れますか？ニンニクありの野菜マシマシ、油大好きで、はい、今回コールちゃんと言えました。もやしと油がめちゃめちゃ大好きで、かんちゃん最近この量ばっかり頼んでます。はい、というところで着丼いたしました。見てください、このボリュームやばいでしょう。もうこれがね、またうまいんですよ、もやし。はい、スープもね、こんな感じで、ここはちょっと醤油ベースの非乳化スープっていう形で、またパンチ効いてて、これがうまいんです。はい、じゃあ早速食べていきたいと思います。いただきます。はい、じゃあ早速このもやしを切り崩していきましょうか。いや、まずスープからですね。はい、スープを一口いただきます。やっぱパンチが効いてて醤油味ベースですごい美味しくて、はい、もやしをガブリ。いや、このもやしがね、またシャクシャクで油が絡まってめちゃめちゃうまいんですよ。箸が止まりませんね。ならまた恒例の食没タイムに入りたいと思います。ここで追い油、はい、入れていきます。はい、ちょっとね、カメラの位置がちょっと微妙にずれてて、ラーメンも映ってて見にくいかもしれないですけど、はい、ちょっと許してください。はい、というところでまた食べ進めていきます。はい、ここで天地返し。はい、ちょっとまだもやしの量が多くて、ちょっと天地返ししづらかったんですけど、ちなみにね、ここの麺ってね、他の二郎系とは違ってストレートな太麺っていう形で、他の二郎系ってワシワシ食感の平打ち麺なんですけども、ここはもうツルツルのど越しが良くて、いくらでも入っちゃう、コシもすごいあるしね、というところで、チーズの絡んだ豚登場。はい、見えるかな、ちょっと反射で見えにくいかもしれないですけど、めっちゃチーズがね絡んでて、さあ豚をパクリ。いや、めちゃめちゃこの分厚さですっごい柔らかくて、中もしっとりホロホロで、この豚は最高にうまかったです。ほら、また麺が進む進む。はい、というところでまた食べ進めていきたいと思います。
はい、見てくださいこの麺、はい、しかもねチーズちょっと見えにくいんですけど絡んでます、はい、こんな感じの麺ですね。はい、というところでまた食べ進めていきます。いや、ほんまにかんちゃん最近二郎系にハマりすぎてて、ここ最近ずっと毎週週1以上で通ってます、はい、山さんにはまたかってよう最近突っ込まれるんですけど、で子供らからは、はい、体からニンニクの匂いするって、はい、言われてるんですけど、もうそんだけハマってます。っていう間にそろそろ食べ終わりそうです。見てください、あんだけあったね麺ともやしがもうあっという間になくなっちゃいました。はい、めちゃめちゃ美味しかった。でまだ飲むんかい。ごちそうさまです。どうもありがとうございます。はい、帰ってきました。いやめっちゃめちゃうまかった。やっぱり高井田の愛すべきものすべてにさん、やっぱり安定してうまいね。ここの麺はねもうツルツルしてもうすっごい喉越しよくて、もう結構他のラーメン層のラーメンとはまた違って、わしわしじゃなくてツルツル麺っていう形で、いやこれがまたうまくてね、もう油も最高に良かったです。はい、というところでね、今回も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。また次郎かんちゃんハマってるんで、他のお店もこうやって食レポをしていけたらなと思いますんで、ぜひぜひまたよかったら見ていってください。まあ次郎系以外にもね、他の飲食店とかも結構したいなとは思ってるんで、ぜひもしお店紹介してもいいよっていう方がいてくださったら、ここにちゃん手に連絡くれたら、はい、山さんと時間が合えば2人で突撃させてもらいたいと思うんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。それではここまでいつも見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバーイ。